はい、詐欺好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。で、今回はサントリーの、円熟の旨味メルツェンタイプ、麦芽 100% ビール。メルツェンビールはドイツで毎年9月から10月にかけて開催されるビールの祭典オクトーバーフェストで飲まれているビールです。今回は、紺色濃色麦芽を一部使用するとともに贅沢長期熟成によりまろやかなコクと旨味を実現しています。これは限定醸造です。当社使用のスタンダードビールの製造基準と比べ、熟成期間を基準の3割長くしています。と書いてあります。原材料が麦芽とホップとなっております。もう何でもかんでもなんかね、熟成期間長くすれ、長くすれ、みたいな感じになりますね。なってますね。なんか、ビールも。あ、色が濃い。色は濃いぞ。琥珀色。もうビールもウイスキーと同じ、なんか、ねえ、もうアメリカンドライビールみたいなのはもう売れなくなってきてる、多分。ジャパニーズでは。全く。コロナとかうまいんだけどね。酸っぱい。やばい。時間経ちすぎてる、これ。めちゃくちゃ酸っぱくなってる。これ。キムチ。キムチって時間経つと酸っぱくなるんですよね。じゃあ乾杯。微妙だな、これもな。香りはいいんですけどね。苦くない。苦くない。円熟の旨味。苦くないですね。全然ね。あ、全国のイオングループ限定だって、これ。なるほどね。10月14日から数量限定発売。となってるみたいです。大してうまくねえな。苦くない。大体。個人的にもう苦くないと、あれなんですよ。もう苦くないイコール、ほとんどコクがないと俺は感じるんで、あ、なんか、これの種類の、これのシリーズの褐色の余韻っていうのが、12月9日に、明日だね、新発売するらしいです。イオングループ限定。なんかあれだな。なんだこれ。ブラウンエール。まあいいや。まあ今度また買ってみましょう。まあ香りはそれなりにいいんだけど、コクがないっていうかないように感じるな。なんかな。
全然苦くないね。もう甘さすら感じるね。あんまり俺甘いの好きじゃないってことでもないけど、なんか生ビールって なんか苦くないと、なんか損した気分だよね。甘いやつはまあ第三のビールでもね、全然飲めるんで。苦いのって第三のビールだとなかなか飲めないですよね。うん、香りプラス苦味っていうのは。まあでも苦すぎてもあれなんですけどね。ものすごい苦かったりしても。問題は問題なんですけど、これは全く苦くないですね。うん、まあ、香りのタイプですかね。香りって感じ。香りを、ね。あ、前飲んだのは寄付の香りってやつか。はいはいはい。あっちの方が美味しいな。寄付の香りの方がな。全然。まあ苦くない。苦くないという第一声。そして別にうまくないという。うん、まあそこまで、うまいとは言えねえな、これはな。なんか全体的に微妙だね、味が。熟成してる。熟成してるんだったらもうちょっと苦いんじゃないのかな。どこにもこうにもコクがね、あんまりわかんない。まあまあな、うん。なくはないんだけどさ、どうしてもコクってね、やっぱり苦味の部分でも、結構感じるんで、うん。黒ビールとかの、にもやっぱり劣るわけでしょ、これは。コクはね、やっぱり。うん。それを考えると結構微妙な立ち位置で、正直、恵比寿にも、まあ、負けてる感じで、コクがね、うん。恵比寿にもちょっと、まあ、恵比寿かなりあれ、コクあるからね、うん。まあサントリーで言うと、まあ、あれか、プレミアムモルチよかはコクがあるんじゃないかと思わんくもないけど、ただ、どっこいどっこいぐらいのレベルだよね。色からするとね。色からするとさ、すっげえさ、
プレミアムモルツの 1.5 倍か2倍ぐらいのさ、コクがありそうなもんじゃん。でも実際飲んでみると、別にっていう。まあ、プレミアムモルツは別にコクがある部類でもないんだけど、まあ、これも別にそこまでコクもな、あるもんでもないかなと。なんかわざわざすげえ、なんか円熟の旨味とかって言って、3割長くしてんだよね。熟成期間。だから3割コクが上なのかと言われると、別に、はあ、別にっていう感じなんですよね。まあ、まずくはないけどな。わざわざ限定醸造して作って、ああ、これかっていう感じはしますね。ああ、この程度か。って感じですね。正直。仕方ないのかな。コク、まあ、別に悪くはないっていうか、コク自体は別にないこともないんで、甘みもある、香りは、まあ、ある方で。まあ、別におすすめすることでもないですね。うん。4443です。ご視聴ありがとうございました。